今夜は檜山沙耶キャスターです。こんばんは。この後20時からムーンを担当します檜山沙耶です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沙耶さんは運動などお得意でしょうか？運動なんですか？お得意でしょうか？私が得意じゃないです。のんちゃんはどうですか？私は全くです。大の苦手で、大がつくくらい苦手なんですけど。私もそのぐらいですよ。そのぐらい苦手ですか？はい、足とか速かったりしますか？足ですか、うん、私あの短距離は速かったんですけど、自分での変ですけれども、速い方だったんですけれども、長距離がすごく苦手で、下から数えて何番目とかでした？いや、もう全然いい方です。本当ですか？短距離も長距離もダメ。長距離はみんなを5分以上待たせてました。周回遅れで、なんか全然そんなイメージないですけどね。本当ですか？なんかあの球技とか得意そうなイメージが。もう全くでございます。球技も数々の失敗談が。意外。何があるんですか？バレーでサーブを打ったら、はい、こうサーブって後列から打つじゃないですか、はい、前列にいた仲間の頭にヒットさせてしまいまして、本当に申し訳なさすぎて。難しいですよね。難しい。ネット超えなかったとかだったらいいんですけど、ね、仲間の後頭部、それはやめてほしいと思う、ね、ごめんって言って、もう本当に謝りました。確かにあれコツ入れますもんね。うん、そうなんですよ。任せないでほしいと思いながら順番回ってきちゃうから。ね、必修でしたか？必修でしたね。やっぱりどこもそうなんですね。バレーはありますよね。うん、でもね、そんな